金本金藤さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清志アナウンサーです。まもなく夜が明けて新しい一日が動き始めます。少し冷え込みも厳しい朝になってきますが、どうぞお気をつけください。どうぞ良い一日をお迎えください。一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は久保三郎でした。時刻は間もなく5時に。NHK 名古屋第一放送です。